チャンピオンズリーグ CL 準決勝ファーストレグのレアルマドリード対チェルシー戦が現地時間27日に我1-1の引き分けに終わった。マドリーの FW かムベンゼマは1得点を挙げたことで大会通り得点数がクラブのレジェンドであるラウー・ゴンサレス氏に並んでいる。今シーズンのアルマドリーはダゾーンでいつでもどこでも簡単超1ヶ月無料お試し実施中。前半はチェルシー劣勢を強いられ、前半14分に先制点を奪われたドリー。さらなる大差をつけられてもおかしなかったが、29分には CK からのボールに合わせたムゼマのボレー弾で同点とし、ホームでの負けは回避することができた。ベンゼマはこれが CL 大会通算71点目のゴール。1990年代から2000年代にかけ、マドリーの生え抜きスター選手として活躍したラウール氏の得点数に並び、大会歴代4位タとなった。ベンゼマは、リヨン時代に CL で12得点を挙げ、マドリー移籍後には59得点。ラウール氏はマリーで66点を記録した後、キャリア終盤を過ぎ、したシャルケでも5点を加えていた。CL 通算得点の歴代1位は134点のクリスティアーノ・ロナウであり、マドリーでの得点数も105点で最多。2位に120点のリオネル・メッシが続く。3位のロベルト・レバンドフスキは通算73得点であり、ベンゼマの差は2点に縮まっている。C ・ロナウドがユベトスへ移籍してからは、最大の得点源としてドリーを牽引し、今回もチームを救ったベゼマ。今後どこまで得点数を伸ばしていくことができるだろうか。両。